彩り芸能郵便車の福巻ゆかです。いや、今なんでこんなにこそこそ喋ってるかっていうと、実はですね、今日の彩り放送局ゆいゆいにドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイ。これ冬っちにもちょっと内緒なんだけど、まずね、レベル1、ゆいゆいのことをういういって言ってみる。レベル2、ゆいゆいのことをぬいぬいって言ってみる。レベル3、ゆいゆいのことをりゅいりゅいって言ってみる。レベル4、ゆいゆいのことをめいめいと言ってみる。まあこれが突っ込まれなければドッキリ大成功ということで撮っていきたいと思います。せーの、彩り放送局。さあ、今回も始まりました。私、彩り芸能郵便車のみそのゆいと福巻ゆかと冬森しずくです。さあ、始まりました、彩り放送局待って2回言ったよ、それ2回言ったよ、うん、前回はね、生放送だったんだけど、うん、今日は収録でお送りしていきたいと思います、うん、イエーイ。今日の企画はね、うん、まずお便りコーナー、はいはい、うん、で、なりきりトークのコーナー、うん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 、で、カタカナ足っていうボードゲームの3本立てでお送りするんだけど、はい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 、お便りコーナーはどういうテーマで募集したんだっけ、しずくちゃん。彩り3Days の感想と、うん、ふつおたの2本立てです。そうだね、たくさん届いてるみたいだよ、うん、お、うん、ありがたいね。ありがとうございます、うんうん、で、なりきりシリーズといえば、うん、前回なんか大好評という、うん、言っとこう、うん、言っとこうか、ね、すごいカオスな感じだったけどねでもめちゃめちゃ面白かったね。私たち自身も面白かったから、うん、面白かった、楽しかった、うんうん、そこもまた楽しんでいただいて、うん、まあ、前回の放送が気になる人は公式のアーカイブに上がってるので見てください。そしてそして今日はボードゲームがある。そうなんだよね、うん、カタカナ足ってやつでね、うん、これは後で説明すればいいよね。そうだね、うん、まあその3本立てでお送りしていきたいと思います。おっしゃー、うん、やってこう、やってこう、頑張ろう。お便りさ、うん、募集したけどさ、うん、2人はさ、うん、彩り 3Days の感想ある？うん、どうだった？しずくから。あ、いいよいいよどっちでもいいよしずくは、うんうんうん、なんか、あ、デビューしたっていう3日間だった、うんうんうん、結構さ、予定が詰め詰めだったからさ、すごい大変だったけど、うん、なんか毎日すごい楽しかったよね。わ、うん、かる、うん、なんかさ、時間があっという間だった感じしない？そうそう、なんか、え、もう夜になっちゃったみたいなえ、配信みたいな。そう、結構ほら、2本立てとかも多かったからさ、うんうんうん、2日目、うん、あ、そう、お昼だね、お昼3人で配信してとかね、うん、そうそうそう、ね、1日目もほら、発表会があって、ほら、みんなでデビューでリレー配信したからさ、うんうんうん、なんかすごいたくさん配信したなって感じ、うん、ね、詰め詰めだったけど、みんなにも楽しんでもらえてたら嬉しいよね、うん、ね、うん、じゃあ早速お便り見ていく？おいおい、いいよ、はい、うん、うん、うん、じゃあまず 3Days の感想からいこうか。はい、うん、じゃあまず私から読もうかな、はいよ、このお便り読もう、彩り 3Days の感想、彩り 3Days 全部見ましたと。おう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 、ありがとう、うん、ありがとう。ゆいちゃんは落ち着いてて見てて癒され、うんうん、しずく隊長は好きなものを全力で楽しむ姿勢が見てて楽しくなり、うん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 、姉子は元気さとノリの良さで元気をもらう3人とも個性的で、うん、これからも配信を見たいと思いましたと。おー、今後も応援していきますだって。ありがとうございます。まあ三者三様でね。そうだね、うん、なかなか面白い組み合わせだとは思うから、そう、二人はさ、うん、あのその姉子とか隊長とかっていう、うんうん、そうだね、うん、つけられてるけど、そう、どうする？え、私？うん、私？ゆいはもう芸人でいいの？違うよみーちゃん芸人、みーちゃん芸人さん、違う違う
違う。みそぎーに。みそぎーに。あれでも芸人さんのみーちゃんも可愛いよね。うん、え、ほん、うん、本当に、うん、いいと思うよ。乗せられてない大丈夫大丈夫だよ。乗せてそうしようとしてない。してない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 。あれおかしいな、うん、ちょっと なんだか言葉にトゲがある感じするんだけどね。ないよ、ないよ。マイルドだよ、めちゃめちゃ。褒めてるんだよ。褒められて、うん、そっか、うん、じゃあおいおい配信で決めていこうかな。そうだ、ね、決められたらね、決められたらね、うん、でもあれそうあるんでしょ、うん、みそのんって呼んでくれる人が多くなってきたかな、うん、そっか、うんうん、そうそうそう、初配信で決めた、あれマシュマロで決めた、マシュマロかな、マシュマロの時にどう呼んだらいいですかって言われて、うん、あ、みそのんかわいいねって言ってもらって、カラーかな、うんうん、あー、いいじゃん、うん、なかなかみそのんはご満悦でございます。よかったよかったよかった。次のお便り行ってみる？あ、よかった、うん、じゃあ、ほら、あ、はい、呼ばれてる呼ばれてる、みそなん、しずく隊長、ゆかの姉御、おす、おす、おす、こんお味噌しずく巻き、てんこ盛りだね、全部入れてくれたね。いや、お味噌しずくってなんかやばいね、うん、ただのお味噌汁みたいな感じだね。お味噌しずく彩り3日間で、うん、3 days で、うん、3人のことを楽しく知れました、うん、お料理対決やなりきりトークの演技で個性が見られて面白かったです。味噌のんの巻き割り巻き割り切りと巻き割りぶりっこ演技と乾パン ASMR が特に印象に残っていますとって、喜んでいいのかな。いやん、よかった、いいことだよ、ね、すごい印象に残ってるってことは、いいことだから。あれ怖かったね。いやー、ほんとに人参をね、うん、そう見てない人がいるかもしれない、そうだね、人参を切ろうと思って、うん、で、人参をさ、横に向けて切ろうと思ったら、うん、コロコロしちゃうじゃん、うんうんうん、なんか立てた方がいいなと思って、うん、このまま切るには、うん、結構振りかぶらないと、うん、切り切れないと思って、そうだよね、確かに、だから振り下ろしたの、ね、あー、それは納得かもしれない、でしょ、うん、納得しないで、うん、いや、本当に音めちゃめちゃ怖かったかもね。しずくだってさ、審査委員長だからさ、ちゃんと二人のこと見てたけど、なんかそういう理由があるならさ、ちょっとしずく納得したかもしれない、ね、ちょっとほら、加点ポイントよ、ほんと、いや、そこ加点ポイントじゃん、だって怪我したらどうする。そうだよ、みーちゃんが怪我したら、じゃあそれは減点で、減点で減点だった、結局減点になるんだ。すごい意見がコロコロ変わるな。審査委員長ちょっと軸をよし、えじゃあ乾パン ASMR、ね、あ、そうだね、うん、まあ美味しかったでしょ乾パン。どっちの意味で？いろんな意味で、いろんな意味でね、深い意味で、うんうん、そう、そっかそっか、うん、いやね、乾パンどうやらなんか大活躍しそうだよね、この後、うん、あ、この後ね、そうそうそう、ね、うん、スゴロクでもね、スゴロクとかでもね、うんうんうん、まあ、今後の配信にももしかしたら定番の乾パンっていうのが出てくるかもしれないね、うんうん、あ、じゃあ次はふつおたかな、ふつおた、うん、あ、じゃあしずくが読もうかな、うん、お便りを読むときに、うん、オリジナルの呼び方にするのはどうでしょうか、例えば、うんうん、差出人まるまるさんみたいな感じとかで、それでは長文失礼いたしました。おう、なるほど、なんていうの、ラジオネーム的なってこと、例えばなんかラジオネーム〇〇さんからいただきましたみたいな、ね、すごいそれっぽいね、今の差出人さんみたいな、うんうんうん、なんか一応ちょっとあるんだよね、考えてたんだよね、うんうん、なんかあの、あれ違うっけ、あの私たちのことを見てくれてる皆さんのことのお名前、あ、うん、あ、なるほどなるほど、うんうんうん、その総称的なってことね、そうそうそう、それぞれのさ、みんなの何、ファンネームは決まったけど、うん、全体、うんうんうん、のことはあんまり触れてなかったもんね、そうだね、そうだね、会議をね、3人会議を開いて、どんなものがいいのかみたいな、うんうん、そう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 、感じでやった結果、やった結果、あ、しずく、うん、いいよ、皆さんの総称、うん、は受け取りさんになりました、うん、イエーイ、やったー、しれっと発表した、でもね、これ見てないと分かんないからね、そう、あ、そうだね、まあ、なんで受け取りさんかっていうと、うん、受け取る的な意味の受け取りっていう意味と彩りをかけてるんだよね、うんうんうん、うん、そう、結構いいね、会議でいろいろ出たよね、いっぱい出たね、なんか他の方とも被ってたらね、いけないから、やばいからさ、うんうんうん、いろいろ調べたりもして、ね、ごくんとか調べたりね、そうそうそう、いや、でもやっぱり
差出人とそういう配達員だし受け取る系は入れたいよね、うんうん、みたいな、そういう話し合いの結果生まれた受け取りさん、受け取りさん、あ、ラジオでも使っていくこれから。そうだね、うん、あのほらお手紙でいただくかもしれないって言ってたじゃない、うんうんうん、だからその時に、うんうん、まあ、ラジオネーム的なのを書いてもらってたら、うんうん、で受け取りさんの〇〇さんからお手紙いただきました、うんうん、みたいな感じでやっていけたらいいかも。そうだね、うん、なんかその方がチーム感出るよね。ねえ、うんうんうん、楽しいよ。楽しいと思う。一体感、一体感、一体感大事、大事、一体感大事、丸い感じ。それじゃ次のお便り行ってみようかな。うん、うん、隊長、姉子、はい、ゆいちゃん、こんばんは。こんばんは。デビュー配信で3人の個人配信の時の挨拶は決まりましたが、うん、あ、彩り放送局などの3人で一緒に配信する時の挨拶は作らないのでしょうか。うんうん、どの配信も面白くていつも楽しませてもらってます。今後も応援しています。頑張ってください。ありがとう、ありがとうございます。 そっか、挨拶も決めてないね。そういえば。そうだね、そうだね、うん、一応ね、せーの的な感じで入ってるもんね、いつもね。そうだね、ウユイが言ってくれて、せーの、うんうん、彩り放送局って入ってるけど、うんうんうん、どんなの考えてみる。考えようか、考えようか、うん、せっかくだから。うん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 、うん、どんなのがいいかな。なんだろう、なんかやっぱりちょっと芸人さんチックにはならないよね。あ、そうだね。どうもー、どうもー、みたいな。そうだね、確かに、うん、そうだな。だ、色、鳥、鳥、ピヨピヨ、これね、考えるのが大変だよね。あのさ、うん、あの受け取りさんを考える会議でもさ、うん、すごい時間かかったんだよね。めちゃめちゃ時間かかった。で、私初配信の時は基本的に決めないで全部 丸投げしたから。あ、そう。いや、いい意見もらえるのよね。そう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 、ね、皆さんがね、受け取りさんたちがくれるからね。そう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 、そうなんだよね。どうしようかな。じゃあさ、うん、あの生配信の時とかに決めた方がいいかな。せっかくだからコメントとかもらってさ、そうだね、ね、か、ま、次回までにとかね。そうだね、そうだね、またほらラジオのその、うんうん、挨拶っていうので、次回のテーマにしてもいい、ね、お便りコーナーみたいな感じにしても楽しいかもしれないね。そうだね、うん、こんなのどうですかみたいな、うんうんうん、ちょっと3人だけじゃ決めきれないかもしれない。決めきれないから決まらないね。そうだね、いろいろ意見もらおう。うんうんうん、そうしよう、うん、じゃあ交互期待ということで、交互期待ということで、うんうん、次のお便り行ってみましょう。はいよ、うん、どこだ。隊長、姉子、ゆいちゃん、こんばんは。こんばんは。いよいよ皆さんの活動も始まり、自分たちも友達等に彩り芸能郵便車の配達員さんたちを布教しようと思うのですが、うん、何かおすすめの布教方法があれば教えてください。いや、私たちが知りたいけどね。そうだね。そうだね。なんだろうね。なんだろう、やっぱでもツイッターとかかな。うん、ツイッターとかで リツイート、いいねもすごい嬉しいけど、うんうんうん、リツイートしてもらえるとより多くの人に知ってもらえるかも、うん、とか、あと YouTube の、うん、リンクみたいなのをなんかもうね、コピーしてその友達にこれ見てって言えばいいじゃん。そうだね、確かに直接もう送っちゃうみたいな。そうそうそう、これこれめっちゃ推しなんだけどみたいな、うんうん、いいじゃん。確かに、うん、ダイレクトアタック、ダイレクトアタック。いいと思う。見てねみたいな、うんうん、なんかある？ある？せいくん思いついた？せいくんはね、うんうん、なんか学校とか会社で、うんうん、わざと友達の目の前でしずくたちの動画を見るのがいいと思う。察して、なるほどね、察してもらうパターン。で、それ何ってなって、うん、あ、これね、みたいな感じの流れを作るのがしずくおすすめだと思うんだ。逆にさ、うん、あれじゃない、え、知らないのみたいな見てて、え、それ何って、え、知らないの、え、彩り系の、いや、知らないの。知ってて当たり前でしょ、うん、出してもらうのもいいかも。確かに、すごい桜みたいな感じになってる、それ。大事、演技力が試される。演技力が、ね、君たちの演技力が試される。いいかも。いいね。学校でさ、友達のさ、うん、ノートとかにさ、うん、勝手にさ、ツイッターの ID とかさ、落書きしてさ、うん、ちょっとこれなんだろうって、これ寝ぼけて書いちゃったのかなみたいな。寝ぼけるぐらいね、もう刷り込まれているっていう、それぐらい面白いと。そう。いいね、そういう感じでね、うん、やっていくと。いいか、いいのか。いいと思う。うんうん、そう、学生さんはもうさ、黒板のさ、隅とかにさ、ちっちゃい書いとくとかさ、ちっちゃい彩り芸能郵便車、ツイッターの ID みたいな。
なるほどなるほど。もしかするとね、それで見る人もいるかもしれないからね。 それでさ、うん、ほらまだ友達とかとは喋ってないけど、個人個人のファンがさ、うんうんうん、あ、彩り郵便車知ってるやつがこのクラスの中にいるだとって誰誰これ知ってるの誰みたいな、あ、新しい友達になるかもしれない。新しい交流が始まっていくかもね。そう、なるほどね。そう、また新しい友達も増えちゃうかもしれないね。みんなが、ね、新しい受け取りさんが増えていくかもしれない。一石二鳥ってやつだね。二鳥だね。いいじゃん。いいアイデアだ。いいアイデア。いいアイデア。いいアイデア。褒めてもらいたい。次は？あ、次のお題見てみようか。しずくかな、うん、これからもずっと応援&推していきます。うん、あとすごくどうでもいいことですが、昨日の晩御飯は何でしたか？昨日の晩ご飯？昨日の晩ご飯は、あ、私パン食べたな。あ、パン食べた？夜ご飯が？夜ご飯、あ、朝ご飯残ってたから、うん、パン食べて、 あと冷凍の焼きおにぎりをチンして、うん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 、あとカップの豚汁、炭水化物と炭水化物と炭水化物、うん、豚汁は、豚汁のカップのやつね、なんか お湯入れて混ぜるやつ、そうね。なんかバランスが本当に気になっちゃうんだよね。野菜食べたよ、だから豚汁で、あ、本当にわかめとか入ってるもんね。わかめは入ってないかな、豚汁に。あ、そっか、豚汁はあの豚が入ってればとりあえず豚汁かな。そう、うん、まあお味噌汁みたいな、うん、そう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 、あの人参とかさ、うんうんうん、よくいろいろね。わかった、あれが豚汁ね。本当に分かった？本当に、うん、あれが分かったよ。でもいっぱい入ってる。あ、しずくんね、ちょっと思い出せなくて。あれね、記憶が。記憶ね、昨日何食べたかな。ご飯だったかな。ご飯が。ご飯だった？ご飯。わかんない。ご飯、ご飯は米は食べました。なんかね、しずく基本作り置きしてるんだよ、うんうんうん。だからもうなんかランダムで入れてるから、もう何を食べたかあまり覚えてないんだよ。あんなにツイッターでご飯のツイートしてんのに。最近ちょっとね、なんかツイートしない日はちょっと適当でいいかなって思って。ああ、なるほどね。そうなんだ。そうなの。なるほどなるほど。うん、まあ私は、うん、あの餃子食べた。あ、いいな。餃子ってさ、あの1個で完結できるんだよ。うん、ほら皮も皮が炭水化物的な、うんね、やつでしょ、うん、で中にお肉も入ってて、うん、お野菜も入ってるじゃん、うんうん、もうこれだけでバランスよく食べれちゃう。おえ、手作りそれは。そうだね、あの、うん、冷凍にしておいたやつ。あー、作り置き。そう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 、ほら餃子ってさめちゃめちゃ作っちゃうじゃん、うん、そうだからなんか、うん、5個とかにしといて、うんうん、分けといて、そうそう分けといてって感じ。しずくの作り置きとレベルが違うね。私餃子多分包めないんだけど、うん、包めない。餃子って手作りするもんなんだ。なんか買うものだよね。それこそ冷凍とかさ。そう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 、今度餃子パーティーでもする。あ、ね、ない。餃子パーティーしよう、ね、僕たち食べる係だよね。そうだね、うん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 、並べるのはじゃあお手伝いするよ。あ、オッケー、うん、並べるのやってくれるんだ。並べるのだ。ありがとう。じゃあしずく、水入れる役やる。水入れる役やる。ほぼ使えないってことは分かった。分かった。じゃあお願いします。はい、ということで、あ、お便りはこれで終わりかな。うん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 、うん、ということでまたね、次回の、うんうん、彩り放送局の第3回に向けてもまたお便り募集すると思うので、うん、また皆さんお力をお願いします。よろしくお願いします。というわけでお便りのコーナーでした。イエーイ、ありがとう。はい、じゃあ次のコーナー行ってみましょう、うん、はい、なりきりトークシリーズ、イエーイ。もうね、うん、これはね、第1回の放送でも私たちがやったんだけど、うん、なりきりトークをね、うん、していくわけよ。くじがあって、うんうん、そのくじを引いたキャラクターになりきって、うん、3人でトークをしていくと、うんうんうん、そうそうそう。で、前回はね、いっぱいいろんなキャラクターをそうだね。ね、うん、まあ、準備はしたんだけど、うん、なかなか回らなかったから、うんうん、その続きをご用意したので、いや今回はさ、ちゃんとしたいね。そうだね、今回はちゃんと最初からトークテーマを作って、うん、ね、やっていこう、うん、そうだね、うん、先にじゃあトークテーマ考える。そうだね、うんうん、何にしようかね。前回はショッピングと、うん、なんだっけ、朝のルーティーン、朝のルーティーンと、あと就活、就活面白かったよね。就活面白かったと思うよ、うんうん、テーマは一緒でもいいもんね。あ、そうだね、そうだね、キャラクターが違うからね、うん、確かに、うんうんうん、何がいいかな、何かな、でもなんか
いいのある？今丸投げしようとしたよ。そうだな。じゃあなんかそうだな。うん。好きな。好きななんとかしか思いつかない。じゃあなんか前、うん、料理系のなんか言わなかったっけ？なんかさ好きな食べ物？そうとかシェフだとなんか有利になっちゃうからやめようみたいな。そうだね。好きな食べ物について熱く語る人です。そうだね。好きな食べ物。みんなで語り合う。みんなで語り合う。うん、オッケー、じゃあそうしよう。いいまず引いていこうか。うん。いいよお願い。じゃあこれまだ見ないね。うん、あいよ。はい。じゃあ確か。うんいいよ。お願いします。じゃあこれ。じゃあスープもこれ。じゃあ、うん、開けてみましょう。うん。あなんかちょっともう最悪。やばい。やばい。最高だな。どうしと、あ、みんな見えた？やべえなっていうのが出ちゃった。とてもいい気分です、静子。本当に？いいのが聞けたってことね。いい、じゃあ私から発表していい？うんうん、私、みそのゆいは、うん、王子様風イケメン。いいやん、めっちゃ。本当？早く聞きたい。本当？頑張ろう、王子様風イケメンね。うん、ゆかちゃんは？私は、空気読めないやつ。ざっくりしてるな。空気読めなくすればいいんだよね、うん、なんかとっぴなこと言えばいいのかな。そうだね。よし、しずくちゃんは？しずくは悪の組織。おお。悪の組織のメンバーってことね。そう、そういうことか、うん、で、なんだっけ、好きな食べ物について。ちょっと難しいかもしれない。難しいな。なんだろうな。せーので始める？用意スタートで始める？うん、いいよ。できた？ちょっと全然できないけど、うん、やってみる。やってみるしかないから、うん、やってみようか。前回さ、それで始めたら誰も喋らなかったし。それなんだじゃん。そうだね、うん、じゃあやろうか、うんうん、あよし、頑張ろう。じゃあいきます。よーい、スタート。好きな食べ物でしょ？うん。好きな食べ物といえばさ、やっぱさ、お肉が美味しいと思うんだよね、うん、私はね。僕もステーキを食べるの。いやでもさ、どう？冬地さんはどう？名前はそのままでいいのかい？いいんじゃない？わかんないけど、喋らないなこの人。僕は悪の組織。悪の組織なのか君は。だからちょっと黒い食べ物が好きなんだよね。黒い食べ物といえば、そうだな、僕はキャビアが好きだな。キャビア、うん、キャビア、なんて言ったって僕は王子だからね。どうして笑うんだい？王子ってこの世にいるのかな。わ、悪の組織。大丈夫、ね、ちょっと待って、話聞いて。ちょっと待って、話を聞いて。私より空気読めないやつになってるからさ。そうしかも私空気読めないやつできてないしさ。話聞いちゃってるし今。悪の組織がいるなら、うん、王子もいるんじゃないか。悪の組織って具体的にどういう活動をしてるんだい？僕が許さないよ。それはイケボだな。違う、そういう感じだよね、多分、うん、合ってるよね。そうだね、私が多分今一番合ってるよ。それはちょっと言えないかな。悪の組織って何してんの？だからそれは言えないな。言えないの？うん、なんで？アスコの組織だから。悪いから言えない。悪いから言えない。悪いことをしてるのか。それはいけないな。悪いことは、君はどこの王子なの？さら。ね、君はどこの王子なの？味噌の王国の王子さ。味噌の王国ってどこ？知らないんだけど。味噌の王国の王子さ。さら。いや、この人も話聞かないな。悪の組織だからちょっと狙っちゃうかもしれないな。味噌の王国は僕が守るさ。いや、味噌の王国はこの悪の組織冬森が倒す。冬森。そこでバチバチされると僕入れなくなっちゃう。僕って言っちゃった。君の言葉が被っちゃったじゃん。そうか、うん、その手は何なんだい君。髪が長いからね。悪の組織だからこっから電波が出ちゃうんだ。で、電波だと？それは味噌の王国には持ち込まないでほしいな。ボボ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 
わざとやってないの。え、何？わざとやってる、もう一番空気読めないやつじゃん。あげるよこれ。空気の読めない悪の組織やってもらうじゃん。でも多分これ頑張って悪の組織やったんだけど、空気読めてなかった？うんうん、そうだそうだ。うん、まあ悪だからさ、悪だから空気も読めないのも当たり前なんだよ。そっか、うん、そうだね。なんかさ、すごいさ、疲れちゃった。え、でもみーちゃんかっこよかったね。あ、かっこよかった、かっこよかった。おじさんまたあんな感じかな。でもなんかちょっとさらって、さらなんかね、髪の毛が長いイメージでさ、なんかあ、でも金髪とかで見えてきた、みーちゃんのさ、みーちゃんの見えてきたんだ。白馬に乗って、うん、やあみんなみたいな。あー、わかったかも。みーちゃん王子ちょっとよくわかんなかったけど、みーちゃん王子のうん、いや、あのね、うん、ちょっとね、空気読めないやつはちょっと、うん、あの抽象的すぎて、あ、本当に分かんなかった、うん、申し訳ない。ちょっと読めるからね、ゆかちゃんが読めちゃうから。読めるんで、すいません。読めちゃうからね、うん、なんでしずくの本見るのかな。え、見てなかったよ。ゆかちゃんは空気読めるもんね、うん、ねえ、待って何かな。うん、さあ次のゲーム行ってみよう。よし、あれ引いちゃう、引いちゃおう、引いちゃおう。じゃあ先引くね。何出るかな、うん、はい、どうぞ。はい、どうも。じゃあしずくも、はい、どうも。あ、トークテーマだ。あ、トークテーマ、そうだ。もう一回就活とかにする。そうだね、そうだね。就活楽しかったよね。就活楽しかった。一人だってさっき好きな食べ物の話してなかったよ、そういえば。なんかね、どんどん話されてた。国人と戦ってたしずく。トークテーマ無視だったよね、無視だったね。じゃあ一点開けてみます。あ、すごい、私部長。部長、就活できるじゃん。あ、できるじゃん。あ、確かに。じゃあ私聞く側だ。うん、よかった。私、うん、3歳児。しずくちゃん、しずくヤンキー。誰が、どうしよう、誰が就活しに行くんだよ。じゃあ私の会社に、うん、まあ、ヤンキーの、うん、社員がいて、うん、で、3歳児の面接をするにする。わかった。しずくは受ける側じゃなくて聞く側なんだね。聞く側できんの。静かにしてればヤンキーはもう空気でヤンキーってわかるから。空気でヤンキー、ヤンキーはオラオラしないとヤンキーっぽくないよ。そう、オラオラして無駄に声を張るとかさ。あ、そっか、うん、しずくできるかな。できるよ。やってみようか、じゃあ、うん、じゃあ、行きましょう。よーい、スタート。うん、あ、何、まず面接を始めていこうかな。面接って何。ほらほら、君のお名前を教えてくれるかな。あたち、あたちはね、ゆかちゃんっていうの。ゆかちゃんか、うん、いいお名前だ。うん、今日はどうしてここまで来たんだい。ほらほら、何聞いてなかった。お母さんと一緒に来たのかな。ほらほら。え、なんかさ、うん、あのさ、うん、あなた誰。ここの会社の部長だ。あ、部長さん。ドンドン、うるさい。うるさいな、部長さんって。おらおら。あと、このお兄ちゃん誰。君もちゃんと面接するんだ。俺はヤンキーの冬毛利。何。ちゃんと言って。あのね、ゆかちゃんね、あのね、保育園でよく言われるんだけどね、ちゃんとお名前は言わなきゃいけないんだよ。あのね、あのね、冬毛利、うん、あのね、ヤンキーの冬毛利だ、うん、覚えとけよ。冬毛利さん。そう、冬毛利って呼べよ。あ、ちゃんとさん付けできて偉いね、君は将来有望だよ、うんうん、そうだそうだ、うん、ゆかちゃんはね、うん、ちゃんとできるんだよ、うん、すごいね、さすがだぜ、うん、もっと褒めていいよ。お歌は上手なのかな。お歌はね、あんまり歌えない。歌えないか、うん、そうか。あ、あれでしょ、なんかさ、うん、ゆかちゃんはね、3歳児なんだけどね、うん、あのね、うん、あのね、うん、この間ね、うん、お散歩に行ったんだけどね、うん、あのね、あのね、あのね、ちょっと部長、あのねが多くねえじゃないですか。ともりくんね、もう3歳児だ、この子は。3歳児だ。すいません、冬盛りでしゃばって。なんでさ、大人でさ、そんなさ、こしょこしょしゃべってんの。ちゃんと大きい声でしゃべんなきゃいけないんだよ。ゆかちゃんは大丈夫だよ、そのままで大丈夫さ。ほんと、うん、20年後にまたおいで。ねえ、わかんない。3歳児が強すぎる。ヤンキー
キーって何？ヤンキーどこにいたんだろうね。とりあえず最初の方はちょっとオラオラ出てた出てた。オラオラってしかもさ、なんか冬回りでちょっと心折れてるからさ、そうなの、ごめんって思って3歳児で強く当たってごめんって思ったもん。ちょっとやっぱ大人だからそういうの怖かったな、怖かったな。3歳児が怖かった大人って何？怖かったな。3歳児より子供難しかったな。でも部長上手だったよ。部長上手だったよ。3歳児も上手だったでしょ。3歳児すごく上手だったよ。びっくりした。なんか喋り始めた時おーってなったもん。あ、本当に、うん、あのねーってあのねが多いところもさ、うんうん、すごい良かった。なんかちっちゃい子あのね、あのねって私の話聞いてみたいなのがあるから、よし、じゃあもう一回行ってみようか。わかった、じゃあ引くね。引こう。なんか今度はちゃんとしずく喋れる役がいい な、 なんかそうだね、うん、あトークテーマ決めよう。あ、そうだ、トークテーマどうしようか、どうしようか、トークテーマ、そうだな、また、うん、ルーティーンとかにする。ルーティーンですね。ルーティーン、うん、ルーティーンか、うん、いいね。じゃあそれで行くか。うん、そうだね。ショッピングでもいいけど。あ、ショッピング、どっちの方がいいかな。どっちがいいかな。でもまだね、みんなの2人の分からないから、うんうんうん、なんとも言えないな、自分。どうしよう、いいよ、なんか決めて。丸投げ。どうしよう、うん、じゃあ1人ずつ喋れるターンある方がいいかな。あ、そうだね。ちょっとルーティンにしようか。そうだね、ルーティンにしようか。回していく感じでやってみよう、うん、はい。あ、じゃあ開けます。うん、うん。でもまただ、王子様風イケメン。おう、王子様、また聞けるんだ。ほら、あれがあれとは違う王子様かもしれない。え、そうかもすごい頭抱えてる。じゃあ、私ね、うん、この悪の組織。おう、ゆかちゃんが私は悪だ。私は悪だ。よし、ちょっとしずくさ、うん、これちょっとあれだと思うんだけど、いいの引いた、うん、空気読めないやつなの。さっき聞けばいいじゃんって言ってたやつだね。あー、じゃあまた回った感じだね。そうだね、1回目のやつが回った感じだね。空気読めない、回ってないか私は。そうだね、一人だけ、ここだけチェンジしたね。そういうこともあるわな。そうだね、え、なんだっけ、朝のルーティン、ルーティンか。よし、頑張ろう。うんうんうん、悪の組織か、王子様か。でも王子様もさ、いろんな王子様あるじゃん。王子様じゃなくてもいいのか。そうだよ、王子様風だもん。イケメン王子様風だもん。そっかそっか、だから学園にいる王子様風イケメンでもいいもん。そっか、そう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 、一番わかりやすいね、それは ね、うん、そっか、オッケー、わかった。ちょっと笑わないように頑張るね。うん、じゃあ始めましょう。うん、うん、よーい、スタート。あ、ちょっとトイレ行っていいですか。うん、今日は僕のために集まってくれてありがとう。僕は学園の王子って呼ばれてるみそのだ。あのトイレ、なんだっけ、朝のルーティンをこの場で今日は発表しようと思う。僕は朝起きるだろう。そしたらまず顔を洗うんだ。歯を磨いて鏡に向かって、僕は今日もかっこいいなって言うんだよな。あのトイレ。君はトイレに行ってきたらどうだ。ねえ、そんなにトイレに行きたいんだったらトイレに行けばいいんじゃないか。ありがとう、うん、ありがとう。それは朝のルーティーンがトイレということかな。あ、なるほど、トイレから始まるんじゃないかな、うん、きっと。そうかもしれないな。トイレとは違うかな。トイレとは違うのか。あ、じゃあ僕の話をもっと聞いてくれるかい。いや、待ってくれ。ダメか、君は誰だい。私か、私はちょっと名乗りはできないんだが、悪の組織だ。悪の組織か。そうだ、君らのあの平和を脅かす存在だぞ。なんて。ちょっとトイレットペーパー。トイレ中なのか今。それはちょっと困るな。空気読めないにも程があるな。空気読めないな。トイレットペーパーください。いや、じゃあ私の朝のルーティンをとても興味があるぞ。いや、まず、うん、散歩がてら一刻を滅ぼす。なんだって。そうだよ、朝僕はね、悪いからね、僕って言っちゃった。君の言葉がすごいあの被っちゃうんだよね。なんか僕もトイレットペーパーを誰かください。トイレットペーパーください。無視しよう、無視しよう、なんせ悪だからな。ちょっと王子風イケメン。ちょっと僕は王子だけど別にいいやつってわけではないんだ。ちょっとトイレットペーパー
手を組もないか。トイレットペーパーいいかい。じゃあ手を組めないでトイレットペーパーこいつをまずどうにかしよう。そうだな、まずはこいつをトイレに行かせることから始めようか。いやでも悪的にはトイレに行かせたら終わりだから、ちょっとトイレには縛りつけよう。トイレ行かせて、まずは縛りつけよう。トイレ行かせて、ぐる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 、トイレ。こいつ本当にトイレしか言わないな。トイレしか言わないぞ。じゃあ僕はあのペガサスっていう名前をつけてる自転車があるんだ。僕の愛車を紹介するよ。カモンペガサス。僕のペガサス。キーコキーコじゃないのか。自転車じゃないのかそれは。ペガサスの馬じゃないか。縛ってるのを解いてもらえてもいい。いや縛るのは縛ってる。縛ってるの、うん。もうそのまま君はそのままいてくれ。そのままいてくれ。そう、ペガサスは泣くんだ。ここだけの話、ペガサスの声は僕なんだ。ヒーン、ペガサス。はい、もう無理だよ、終わろう。ダメだよ。ペガサス。ピカソ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 白い自転車で、あのちょっとあの後ろの方に羽の模型ついていや、傘さしてるやつでしょ、それ多分そうそうそう模型っていうかそう羽を。二人とも上手だね。いや、全然悪じゃなかったけどね。ごめん。なんかね、ちょっとね、王子のあれが強すぎたね。王子強かったね。いや、でも空気読めないやつもだいぶ強かったよ。トイレしか言わないし。そうやって空気読めないやつやるんだなってすごい勉強になった。ね、確かに。ありがとうございます。いや、そんな、トイレ。でもね、空気読めないやつはね、基本同じこと言ってればいいと思うんだよね。空気読めない。あー、そうそうそう、なるほどね。この間のシェフもピーマンとトマトしか言わなかったもんね。そうだよ、そうだから今日はさ、この間はなんかピー、あ、トマト取ってとかって言ってて、今日はトイレットペーパー取ってとレパートリーがない。何で取ってほしいんだろう。何でも取ってもらいたかったんだね。そう、何でも取ってもらいたい。何でもやってもらいたいんだね。そうだね。なるほど。すごい笑ったし、すごくなった。面白かった、楽しかったね。この楽しさが伝わるのかが不安。そうだね。どうしよう、伝わるといいな。伝わるといいな。というわけで以上、なりきりトークのコーナーでした。イエーイイエーイ。第3回あるから大丈夫かな。これ大丈夫か。打ち切りかもしれない、ここで。しずくもちょっとレパートリー増やしとこうかな。そうね、私もちょっと悪の組織頑張ってみるわ。あのね、もっと高笑いとかすればよかったのかな。あー、確かに。わーはーはーはーぽいかも。確かに。じゃあ次のコーナー行ってみよう。はい。じゃあ次はカタカナーシをやっていこうと思います。はいはい。これはカタカナを日本語で説明するゲームです。はいはい。ちょっとしずくが今から軽くルールを説明します。お願い。まずカードを引いて、カードに書かれているテーマをカタカナを使わずに説明するゲームです。で、何について説明しているのか、当てられた人に得点が入ります、で、また説明してる人がカタカナを使ったらそれもダメ。説明してる人はカタカナ使っちゃダメ、絶対。でもそれは気づかれなかったら OK みたいな。じゃあそれは気づいたら指摘すればいい。そう、そういう感じ。ポイントは？ポイントは指摘した人に入る。おー、あ、そう、じゃあカタカナ使うわせるようにしてもいいんだね。そうだね。これもトークが大事になってくる ね。私たち別にトーク系が得意なわけじゃないから、演技俳優YouTube なのね、頑張っていく。やばいよ。じゃんけんする。そうだね。最初はグー。あ、待って、罰ゲームあるんでしたっけ。あ、そうだ、ポイントによって罰ゲームあるって聞いてたな。罰ゲームなんだっけ。あの、何を言われても真顔で。おっしゃる通りです。それだ、それすっごいね、あ、やばいぞって思ったんだよね。真顔でね。真顔で負け、勝った2人が、からもう質問攻め。そう、質問攻め言われるの。ただただ言われることに対しておっしゃる通りですと、罰ゲーム。意外とね、難しい。結構でもきついよ、この罰ゲーム。笑っちゃいけないんだよ。笑っちゃいけない。そっかそっか。多分笑うし。笑うんだよね。笑わせるようなこと言ってもいいし。そうだね。じゃあじゃあ早速じゃんけんいきましょう。最初はグー、じゃんけんチョキ。あ、
ごめん、チョキ。あいこでパー。あ、負けた。最初はグー、じゃんけんチョキ。あ、やったかった。じゃあ、ふゆっち、わたし、めいめい。めいめい。間違えた。ゆいゆい。じゃあ、いくよ。はい。さあ、見ないよ。私たちの目を見せてくれよ。6。6? うん。これは、うん、とても黄色いです。黄色い。そして、あの、つぶつぶがあります。食べ物？食べ物です。うん、で、なんか、うん、よく物にかけます。物にかける。うん。美味しい、とても。辛い？ちょっと、わかんないな。わかんないな。あれも、でも拒否ありなの？質問拒否ありなの？あの、辛いと思う人もいれば、うん、辛くないと思う人もいる。うん、そういう、あの、かけるやつ。かけるやつ。かけるやつ。なるほどね。どうかな。つぶつぶ？つぶつぶ。つぶつぶした。うん、あ、ちょっとでも分かったかも。分かった？うん。私もちょっと分かったかもしれない。いや、でも、黄色いんだよね。そう、黄色くてつぶつぶしてて、とても黄色い。かけるやつで、で多分辛いっていうことに対して、あの、うん、それはどうかなって言ったってことは多分辛いんだよ。はい、そうだね。とても辛い。あれでしょ。あれしかないね。どうしよう。二人とも多分分かっちゃってるね。ね。あ、どうしよう。じゃあこれはカタカナ言わせるように誘導する？あ、そうだね。ちょっと待ってね。それどこで売ってる？あ、そうだね。どこに売ってる？どこに売ってるかな。うん、どういうところ、ね、うん？お店？お店？お店？どういう？どういうお店？野菜とか、うん、お肉とか売ってるお店。野菜とかお肉とかいっぱいあるよね。うん、スーパーの方がいいのか、ね、コンビニの方がいいのかとか。うん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 、なんかね。ショッピングモールみたいな。ね、いっぱいあるよね。いっぱいあるよね。なんかスーパーの地下とかにもあるのかな。デパ地下。はい、はい、ごめんなさい。今でも早かったからゆいゆいが。あ、本当？うん。指摘したのが早かったからゆいゆいがもらっちゃえばいいんじゃない？そうか、デパ。ちなみにさ、なんだと思う？せーので行こう。せーの、マスタード。あ、正解だよね。デパ地下ってさ、カタカナ？デパートの地下だから、うん、デパートがもうカタカナだから。じゃあこのデパをひらがなで書いてたから、ちょっと。デパをひらがなで書いてたから。どういうこと？じゃあ次は私が、ね、うん、引くんだよ。オッケー、ちょっと悔しいな。よし、もごもご言ってる。おう、なるほど。じゃあ説明していきます。はい。でまず、人がたくさんいるところで行われます。人がたくさんいるところで行われる、うん、行われること、うんうん、で、あの、火を使います。キャンプファイヤー。え、せっかくのそれを持ってた。イエーイ、ヤナちゃん。え、ほんとに？キャンプファイヤーしか出てこなかった。逆に言うと、しずくのキャンプファイヤー出てきた。あ、ほんと、うん、じゃあちょっと僅差だったんで、ごめんね、ゆっちー。うん、ゆかちゃん、ちょっと待って、難しい、難しい、ちょ、私、わからないかもしれない、これが。それが、まずそれがわからない、うん、ちょっと聞き直していい？あ、いいよ、いいよ、いいよ。そう、物わかんないけどね。そう、物がわかんないとあれだから。そんなこともあるんだ ね。あれ、あれあれ、ゆかちゃん、もしかしてちょっと苦手？見えた？うん、大丈夫。見えてない？じゃあこれでいこうかな。うん、うん、これは、これはね、うん、日記だね。日記、うん、日記、日記、スケジュール帳。違う。ね、あの、ああいう、ああいうやつ、ね、あの、地球の、わかった、うん、はい、路線図。日記って言ったのに。しかもカタカナじゃない。じゃないよ。でね、あの、ほら、あるじゃん、スケジュール帳のさ、裏にある。そうそうそう、あれのこと言ったの、しずくん。じゃあ、あの、地球の形を模した、うん、マップ画面の中に入る。あ、わかった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 、やつの、わかった、プラネタリウム。違う。違う、違う。なんで？画面の中に。例えば、VR、うん、例えば、うん、書くやつなんだけど、書くやつ、まあ、打つとかもあるかもしれないんだけど、丸月バツ日と。丸月バツ日。まあ、日記だからね。丸月バツ日と。うん、そっか。それを、うん、まあ、電子的に書くだね。電子的に書く？え、みーちゃんわかる？全然わからない。え、どう
しよう。日記で地球の形をしてる。地球の形はちょっとごめん、あの忘れた方がいいかもしれない。ちょっと。え、なんだ。日記を。日記を。うつ系だよ。日記を。カタカタ。ブログ、ブログ。あ、そう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 。ちなみに私カタカナとかもカタカタとかも言ってたから発揮してくれてもよかったのに。そうだね。なんか考えることに夢中になっちゃった、ね、分かんなかった。あ、じゃあ目覚まりポイントで。ゆゆ結構得意じゃないこれ。得意かもね。うん、ちょっとこれあれ何ポイント取ったら、確か10ポイント10ポイント、うん、先制性、うん、まだ0ポイントだ。1ポイントだ。2ポイント。いやまだ分かんないね。まだ分かんないね。6番うん、目的地に、うん、目的地に行きたいときに、うんうん、方向音痴違う。だからじゃない。目的地に行きたいときに、うんうん、マップを見るじゃない、うんうん、を見るじゃない、うん、それで例えば現在地、ね、違う、カタカナじゃない、カタカナじゃない、あ、そこの場所に行くこと、ナビタイム、ね、ナビゲーション、難しいな、行くこと、行くこと、行くこと、あ、待って、お腹鳴った、あ、いいよ、大丈夫、多分聞こえたやばい、恥ずかしいじゃん、なんだろう、自己申告者、目的地に行くこととか、うん、それで地図とかを見るときに、うん、地図を見て、うん、行くこと、そこに、あ、ビューイング、うん、そこに行くこと、だから、例えば、うん、何何いいよいいよ言って言って、ジャンプ違う、言わねえんだ。今の指摘してよかったのに。あ、そういうことか、うん、なんて言ってたんだっけ、インターネットで言うと電子的な、電子的な項目を見るときに見ることをもう言う、あ、ネットサーフィン、うん、じゃあ違うか、見ることなんとか数とか、なんとか数、うん、数なんとか数みたいな、数その項目を見たときに何人見てくれたとか、わ、うん、かった、はい、プレビュー、違う、うん、違うか、フォロワー数、難しいか、正解はね、アクセス、わかんな、わかんな、ちょっと難しかったかな、難しいな、なんか、そう、なんかさ、何言おうと思っても、うん、例えばホームページでその場所に行きたいときにどこを見ますかとか、あ、アクセス数が言いたかった、掲示板とか言ってもよかったんじゃない、あ、そういうことか、うん、ちょっとじゃあもう一回ゆいが、はい、うん、次は当てたいな、ねえ、また難しい、うん、いや、簡単、うん、紙を、うん、紙をで電子機器に取り、はい、はい、スキャン、あ、正解、頭いい、うん、あと1枚、じゃあ、冬打ちだ、仕事頑張る、うん、なんだろう、ここ、うん、あ、これはね、うん、まず食べるものです、食べるもの、食べるもの、そして、うん、とても次の日勝負の時に食べたい、ニンニク、違う、ニンニクって買ったかな、なんか、頑張れそうなんか、よくゴロがいいから、なんかそれを食べる人が多い、カツ、ゴロってさ、カタカナじゃない、ゴロは漢字だね。あ、そうか。あのね、なんて言うんだろうな。縁起がいいもの？そう、縁起いいかな。なんか縁起いいって言ってる人もいると思う。カツトンカツ。あ、違う。カツ丼。違う。あのね、よく、うん、あ、カツサンド。違うんだ。違うんだよ。うん、白いあのモフモフしたやつに挟まれて、モフモフはカタカナですよね、違う、そう、カタカナ、え、違う、分かんない、もう突っ込もうと思って微妙、モフモフはちょっと微妙かな、スルーでいい、うんうん、なんかそのに挟まれて売られています、うん、モフモフに挟まれて売られている食べ物だっけ、食べ物、白いモフモフに挟まれている食べ物、そう、多分それもカタカナなんだろうな、そう、白いモフモフ、パン、パン、パン、で、なんか、あの、あ、違う、言っちゃダメだ、あ、そういうことか、あの、こう、なんか、あの、千切られた野菜と一緒によく、サンドイッチ、
あ、違うの。そっちに行っちゃダメなの。そっちに行っちゃダメ。どっちに行っちゃダメ。その千切られた野菜と、うん、そのブツと白いモフモフ。その白いモフモフ。モフモフとが一つになってよくこれですって売られてる。ハンバーガー？あ、違うの。違う。さっき惜しかった。惜しかった。うん、惜しかった。最初の方が惜しかった。カツ？カツ、カツ、カツサンドとかしかわかんない。何？え、難しいかな。うん、いい？見よう。メンチカツ。すまっすかんな。あの白いモフモフはパンで、あのサンドイッチみたいにメンチカツって売られてるよね。メンチカツだとメンチカツサンドになっちゃうね。あ、そっか。しずくん、あ、ごめん、ダメダメ。自分のポイントにしようとするな。それだぞ。それだ。これしずくやってたら一生終わんない。5ポイントぐらいにしとく。そうだね。10ポイントちょっと遠いかも。遠いかもしれない。これも難しい。あ、じゃあもう極端に言う、極端に言うけど、さっきから極端に言ってよかったんだよ。あの、茶茶茶茶、あの、お茶とお茶、あ、間違えた、ティー、葉っぱとお茶、茶葉、え、何、葉っぱとお茶、お茶で、とても美味しい紅茶、紅茶とかのことなんていうかな、みたいな。ミルクティー。あ、違うの。アフタヌーンティー。あ、そんな詳しくは聞いてないんだ。詳しく聞いてない。うん、うなんか、こう、お茶みたいな。こ、紅茶。紅茶のことはさ。ティータイム。いや、違うの。紅茶のブツ、そのまま。ブツ出てくるな。紅茶、紅茶をそのまま。ティーセット。あ、違うの。紅茶を。ティーカップ。あ、違うの。なんかね、紅茶をそのまま言ってほしい。ティー。あれ、紅茶でティーなの？うん。これなんだ。ちょっと待って、物がわかんないのか。うん、じゃあこれもダメかもしれないな。ダメか。え、私たちこのゲーム弱すぎ？やばいよ。ちょっと言っていい？いいよ。ハーブティー。ハーブティー。あ、なるほどね。そう、言いたいことわかる。わかるけど、でも、しずくもやんない方がいい気がするから。ちょっと回すか。じゃあやってみようか、うん、私が。しずく、ちょっと、はいはいはい、うんうん、白い小麦粉から作って、うん、まあ、焼くものだよね、うん、なんだけど、あ、でもそれは種類なんだよね。それの種類なの、うん、で、丸くて、うん、で、穴が開いてるもの、ドーナツではなく、ではなく、その形に近いもので、あん、あんパン。なんで？穴開いてないやん。そっか、そうだね。よく朝食に、うん、ベーグル。正解！来たー。え、ベーグル？知らないぞ、この子。みその3ポイントだよ。あ、いいね、いいね、いいの。ちょっとな。いくよ、次。うん。あ、それがあると仕事が、うん、仕事のやる気が出ます。やる気が出る、うん、エナジードリンク。今同じこと思った。じゃあ冬っち的にコーラ、うん、やる気が出ます。で、コーラ、それがないと逆に仕事をやってても楽しくありません。楽しくない、楽しくない。それがあるからこそ頑張れます。それ何という気持ち、気持ちの話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 、エネルギー。あ、あ、待って。今ね、降ってきたよ。降ってきた、うん、いける。なんだっけな、プライバシーじゃなくて、プライバシー、個人事。なんだっけな、個人情報なんだ。分かるんだよ、言いたいことは分かるの。すごく気持ち、気持ち、感情の話、感情の話、感情、感情、やる気、やる気、分かる分かる。なんだっけな、やる気、やる気、やる気、気力、頑張れ、カタカナだ、カタカナ、フレー、フレー、違う、フレー、フレー、みその、分かる、分かるんだよ。あの、お正月にさ、食べるさ、うん、白いものあるじゃない、うん、丸とか四角とかの、うん、焼いて食べるやつ、うんうんうん、あ、いや、お餅、うんうん、あ、近いよ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 、分かった、モチベーション、正解。あー、なるほど。はい、こういう風に誘導すればいいんだね。かもしれない。そっか、いいね、すごい良かった、今良かった、すごい良かった、うまいね。よし、また冬っち言わちゃった。次は頑張るから、いけるかもしれないわね、次は頑張るから、うん。そのものの意味が分からなかったら聞き直していいよ。分かる、うん、分かる分かる。これは、うん、説明できるかな、うん、自分のポイントにしないで。すぐ自分のポイントに。何かをやるときに、うん、想像する、うん、何かを、そう、こうやってやるぞみたいな、想像する、うん、そう、想像することを何というかっていう問題、う
ユーモラス。だから走る走るぞ、明日はあの、うん、走る大会だぞって時に、うん、こうやって走るぞって想像することを、ま、言うんだけど、うん、分かるよね、走るぞっていうことでね。そうだから例えば、うん、ボールを蹴る大会に、はい、はい、みその4倍ダメです。いやーちょっとそっか、ボール日本語じゃないね。ちなみにさ、これ何だったか。イメージトレーニング。あ、なるほどね。いや、今のはすごい良かった。良かったけど、ボールか。惜しかったね。いや、もうダメだ。じゃあ、ゆいよ、じゃあ、私もう4ポイントだからね。うん、じゃあ、私が5ポイント取っ、あ、誰かが上がった時に最下位だった人も最下位にしようか。そうだね。ね、やばいね、私が最下位だ。今、1ポイントね。うん。ゆちが2ポイントで、うん、ゆいよいが4ポイント。うん、うん。ちょっとね。ここ取らなきゃいけないんだ。そう、ここ、今負けないぞ。よし。じゃあ、いきます。うん。商品に貼ってあります、うん、はい、ラベル、はい、はい、バーコード。でもラベルが正解なんだ。やったちょっとごめん、はいって言っちゃった。ごめんね。でもしずくどっちにしても間違えてるからね。じゃあ次私ね、うん、私これ多分正解したら絶対負けらんない。そうだね、絶対負けられない。床に敷き詰めてあるもの。カーペット。はい、はい、フローリング。あー、でもうーん、ちょっとそうだね、そういう方面でいこう。四角くて、うん、ラグ、はい、あ、ごめん、はいはいはい、いいよ。タイル。正解。やった私これお題出すのは得意かもしれない、うん、そうだね、当てるのがちょっと苦手。そう、当てるの苦手。じゃあしずくも。これまた取られたら私終わりなんだ。そうだね、これ私が取ったら何枚。なんかこれは、うん、とても寒い日に羽織ります、うん、なんかブーケット。違う、ね、違う、それお花だな。名前的にはすごく簡単で、ジャンパー。あ、正解。待って、やだ。正解はジャンパーでした。やったー。というわけで、みその5ポイント、うん、しずく3ポイント、ふくまき2ポイント。というわけでゆかちゃんの負けだよ。これやりたくなかったのに。罰ゲームをおさらいしましょうか、うん、罰ゲームは何を言われても真顔で、おっしゃる通りです、はい、って言ってもらいます。時間決めようか。うん、1分ぐらいでいい。1分間ぐらいずっとゆかちゃんに対して、はい、褒める、うん、何でもいいよ、何でもいい。 OK、 じゃあ行きましょうか。うん、うん、いきます。じゃあ1分間、ゆかちゃんおっしゃる通りです、罰ゲーム用意スタート。ゆかちゃんってさ、本当に可愛いよね。おっしゃる通りです。ゆかちゃんって本当にコーラ好きだよね。おっしゃる通りです。やっぱりさ、笑顔がさ素敵だと思うの。おっしゃる通りです。ゆかちゃんの髪の毛ってすごい可愛いよね。おっしゃる通りです。ゆかちゃんが恥ずかしがった顔もすごいね、好きなんだよね。やっぱりそういうところがね素敵だと思うよ。おっしゃる通りです。ゆかちゃんって本当はめちゃめちゃ優しいんだよね。おっしゃる通りです。でも運動は下手なんだよね。おっしゃる通りです。ゆかちゃんは料理が得意だよね。おっしゃる通りです。でも縄跳びは本当に下手なのかもしれないんだけど、5回っていうのも持ってますよね。おっしゃる通りです。本当は2回しか跳べないんだよね。おっしゃる通りです。本当は1回も跳べないんですね。おっしゃる通りです。実は縄跳びに触ったことがないんだよね。おっしゃる通りです。そうだな。ゆかちゃんはさ、あ、面白い1分意外と短かった。いや、縄跳びで攻められたね。縄跳びめっちゃ攻めてくるね。でもなんかさ、褒めた時にさ、うん、ちょっと照れが入った。おっしゃる通りです、ね、おっしゃる通りです。感情がおっしゃる通りに、ね、入っちゃったね。というわけで今回第、彩り放送局第2回、うん、もうそろそろ終わりの時間になっちゃいましたよ。なんかゲームしてたらあっという間だったね。あっという間だったね。あっという間だった。いやでもなんかすごくすごくなんだろう、いっぱい喋ったから、うん、ゲームでも喋ったし、うん、そうずっとということで、てってれー、多分気づいてなかったと思うので、ギリギリかな、ギリギリだけど多分気づいてなかったと思うので、あの実はですね、私福巻優香ですね、あのゆいゆいに対してドッキリを仕掛けておりました。ずっとこの間ずっと。どういうこと。大変な一緒だよ。ね、その名前を
間違えるっていうドッキリだったんだけど、一番初めういういって言ったり、二番目ぬいぬいって言ったり、あの三番目りゅうりゅうって言ったり、あの四番目めいめいって言って、言ってたそうめいめい言ってたね。そうめいめいって言ったんだけど、あの、うん、違う、あ間違えたとか言って、あんまり深く突っ込まれなかったからこれはいいかなと思って、っていうドッキリ大成功。何それ待って、しずくも知らなかった、これ。いや、知らない方が面白いから。あ、そっか。そう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 。え、それで別に何突っ込まなかったから罰ゲームとかはない？あ、ない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 。ただただドッキリを仕掛けられていたっていうのに、なんかさ、よく噛むなと思ったの今日。でもいつも噛むからそんなもんかなと思ってたの。名前をね、結構ね、そう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 、あ、多分あのアーカイブとかでまた見てもらったら、多分ちゃんと割とちゃんとういういとかぬいぬいとか私言ってる、結構全部言ってたの。言ってる言ってる言ってる。言ってたの。結構挟んで言ってた。え、なんかね、なんかいつもね、ちょっとね、めいめいって誰だよって思ったよ。思ったよ。なんかさ、あの、知らない人と間違えちゃったのかなって思って、なんかお友達でめいめいちゃんと言うのかなとかって思って、ドキッとしちゃったのかな、あの時。なんだろう。ということで、初ドッキリはゆいゆいに仕掛けてみました。イエーイ。もう一回アーカイブで見ないとね。そこも見る、絶対。多分ここで言ってるっていうのが分かると思うんで、じゃあ、タイムコードみたいなの作ってもらおう。ぬいぬいぬいゆいゆいめいめい。あー、びっくりした、うん、なんだ、そういうこともできるのか。びっくりした、急にね、てってれーなんて言うから、何どうしたの、いきなり何かと思ったよね。お誕生日でもないしなとか。いやー、うまくいってよかった。あー、うんうん、よかった、面白かったね。え、ね、今回、ね、お便りもたくさん届いたし、うんうんうん、なりきりトークはまあなりきりトーク、そうだね、もうちょっと練習してもいいかもしれない。そうだね、なんかもっといろんなそのパターンみたいなのが、うんうん、まあ、ここで打ち切りでなければ、うん、次回ね、しずくは笑わないように頑張る。まあ、笑わないキャラだったらね、しずくちゃんに戻ってるところね、たまに戻ってるからね。このなりきりトークのやつもさ、うん、お便りコーナーでさ、例えば募集してもいいかもね。確かに、どういうキャラになりきるかみたいな。面白いと思う。いいね。いいじゃん、いいじゃん。というわけで、この、彩り放送局については、うん、感想ツイートもどんどん、お待ちしておりますので、うん、ハッシュタグ彩り放送局で、うん、あの、いっぱい感想も、感想もつぶやいてください、うん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 。どうだった、冬ちは、カタカナ足とか。カタカナ足、もうちょっと頑張って言葉力をつけようって思った。言葉力ね。言葉力、うんうん、語彙力って言うんだよ。あ、そうそう。それがね、出てこなかった。そう、また次もやってみたい。今日ね、実はそのスペシャルカードだっけ、うん、っていうカードを使わずに、そう、なんだっけ、イベントカードカード、うん、っていうカードを使わないで、まず簡単なゲームでやってみたんだけど、今度はそういうのも入れて、どんどんそうだね、またもう一回やったらもっと上手くなってて、もしかしたらね、いいかもしれない。もっとテンポよくね、できるかもしれないし、カタカナも言わせられるかもしれないし、そうだね、うん、頑張ろう。誘導も頑張っていきましょう。うん、うん、というわけで、うん、彩り放送局第2回以上となります。はい、せーのでいいかな、終わりは。うん、うん、大丈夫。うん、彩り芸能郵便社のみそのゆいと福巻ゆかと冬森しずくでした。せーの、またね。まったね、間違えた。バイバイ。